おしゃれすぎ。神宮寺ゆ太が愛するヴィンテージデニムの世界。神宮寺ゆ太が語る。リーバイス 506BXX の魅力と歴史戦947年製オールイエローステッチの激レアモデルも大公開。神宮寺ゆ太さんのインスタグラムの投稿は、多くのファンにとって日々の楽しみであり、喜びの瞬間です。彼のコレクションに関する投稿が特に注目を集めています。最近では、 リーヴァイス 506BXX という貴重なヴィンテージデニムジャケットについて語っており、ファンたちがその詳細に熱心に耳を傾けています。神宮寺さんは、のジャケットを、通称ファーストと呼ばれている 506XX のボーイズモデルとして紹介し、さらに1947年製のものであること、すべてのステッチがイエローであるという珍しい特徴を持つことを強調しています。この情報は、 デニム愛好者にとって非常に価値のあるものであり、特にこのジャケットが47年ものであることは、彼のコレクションの中でも特別な位置づけにあります。彼の投稿には、デニムジャケットの細部に対する情熱があふれています。例えば、オレンジステッチが一般的である中で、47年物の,のモデルだけがオールイエローステッチであるという事実は、歴史的背景を理解する上で非常に興味深いポイントです。 ステッチの色の違いが、どれだけその製品の製造時期や製造背景、さらにはその希少性を示しているかについても、デニムコレクターにはたまらない話題です。このような詳細を知ることで、神宮寺さんのコレクションに対する情熱と、そのデニムの背後にある物語を感じることができるのです。さらに、彼の投稿はファンにとってただの情報提供以上のものです。彼がこの投稿を通じてファンに寄り添っていることが、 多くのコメントからも明らかです。例えば、ライブ全滅してしょげてたけど元気出ました、ジンくんの優しさが身にしみるといった声が寄せられています。これは、神宮寺さんの投稿がファンにとって癒しの瞬間であることを示しています。彼がどれだけファンを大切に思い、彼らに寄り添おうとしているかが、こうした細やかなやり取りからもうかがえます。ヴィンテージデニムの魅力は、その物語にあります。 デニムはただの布ではなく、それを着てきた人々の歴史、時代の流れ、そしてそれが持つ文化的背景を語る素材です。1947年という特定の年にこだわる神宮寺さんの選択は、戦後のファッションがどのように変化したのか、その中でリーバイスがどのような位置づけを持っていたのかを深く理解しているからこそでしょう。このような知識を共有することで、ファンはただ彼を応援するだけでなく、 彼の趣味や興味を通して新しい知識や視点を得ることができます。また、神宮寺さんが示すようなコレクションの価値は、単に物の,の価値にとどまりません。それはその人の個性を映し出す鏡でもあります。彼のコレクションは、小さなデニムジャケットから始まり、ヴィンテージデニムの深い理解と愛情に裏打ちされたものです。彼が、オールイエローのステッチを見ると興奮しちゃいます、と語るように、 その情熱は単なる趣味の範囲を超え、彼自身のライフスタイルの一部となっています。これは、ファンにとっても共感を呼ぶポイントです。彼の情熱を感じることで、ファンたちは彼の世界観に触れ、自分たちも新たな興味を持つきっかけとなるのです。ファンからのコメントを見ると、彼の投稿がファンにどれだけの影響を与えているかがわかります。タイミングを見てアップしてくれる。そういうところが大好きですや、 またコレクションを見せてね、という声は、彼の投稿がファンの生活にどれだけの喜びをもたらしているかを物語っています。彼のコレクションの紹介は、ただの趣味の共有にとどまらず、ファンとのコミュニケーションを深める重要なツールとなっているのです。さらに、彼がコレクションを通じて示す物語の魅力は、単なるアイテム紹介の枠を超えています。それは、彼自身の個性と人間性を表現する手段でもあり、 ファンとの関係をより深いものにしています。神宮寺さんが見せるヴィンテージデニムへの情熱は、彼の誠実さとファンへの愛情を象徴しています。ファンたちがコメントで彼に感謝を伝えたり、励まされたりしているのは、彼のこうした人間味あふれるアプローチによるものでしょう。彼の投稿がファンに与える影響は大きく、ライブの当落結果に落胆しているファンたちにとっても、その投稿が慰めとなっています。多くのファンが、 仁君の投稿が心に染みて今なき笑いといったコメントを残しているように、彼の存在そのものが、彼らにとっての支えであり、喜びであることがわかります。ヴィンテージデニムの魅力を知ることは、単に古着の一つとして捉えるのではなく、その背景にある歴史や文化、さらには個人の情熱を知ることでもあります。神宮寺勇太さんのように、それを深く愛し、その魅力を共有しようとする人々がいることで、 その価値はまままます高まりますす高り彼の投稿は、ファンにとって単なる、情報ではなく、彼の世界を共有するための、窓口なのです。最後に、彼の投稿に寄せられたファンの声からも明らかなように、神宮寺さんは単なるアイドルではなく、彼の情熱や興味を通じて、ファンとの絆を深める存在です。その魅力が彼のコレクション愛とともに、今後も多くの人々を引きつけ続けることでしょう。 そして、このような深い情熱を持った人々がいるからこそ、ヴィンテージデニムの魅力は時代を超えて伝えられます。神宮寺由太さんのようなコレクターが、そのものに込められた歴史と価値を掘り起こし、再び世に送り出すことで、ファンたちに新たな視点や知識を提供し、さらにはそのアイテムの価値を再定義するのです。彼がデニムの細部にまでこだわる理由は単なる趣味ではなく、 そこには彼なりのストーリーリを共有したいといいいとう願いが込められています実際に彼が投稿で語るデニムの歴史や詳細についての解説はファッションに詳しくない人々にとっても興味深いものであり新たな学びの場となっています例えばなぜ1947年製のデニムだけがオールイエロー・ステッチなのかという質問はデニムの製造背景や時代背景を考えるきっかけとなります このような小さなディテールに隠された秘密を探ることで、ヴィンテージアイテムの持つ本当の価値を見出すことができるのです。神宮寺さんの投稿をきっかけに、ファンたちはそのアイテムに対する理解を深め、自分たちの好奇心をかきたてることができます。彼の投稿がファンに与えるインスピレーションは、単なるファッションの範囲を超えて、彼らの日常生活にも影響を及ぼしています。ファンの中には、 彼の紹介するアイテムに触発されて自分自身のコレクションを始めたり、ヴィンテージアイテムに関するリサーチを始める人もいるでしょう。彼の情熱が伝播することで、より多くの人々がヴィンテージの価値を理解し、新しい趣味やライフスタイルを見つけるきっかけになるのです。また、神宮寺さんのファンとの対話は、単なる一方的な情報提供にとどまりません。彼の投稿はファンからのフィードバックを受けて、 さらに深ままるコミュニケーションの場でもありますファンが彼の投稿に感謝の意を示したり、質問やコメントを寄せることで、彼自身もまたその反応に依頼ようとする姿勢を見せています。これによって、彼とファンの間には強い信頼関係が築かれており、彼の投稿はファンにとっての心の支えとなっているのです。例えば、彼のリーバイス 506BXX の投稿に対するコメントを見ると、多くのファンが、 コレクションの一部を見せてくれてありがとう、もっと見たい、また次の投稿も楽しみにしている、といった声を寄せています。これは、彼のコレクションがファンにとってどれだけ魅力的で、彼らの日常にどれだけポジティブな影響を与えているかを示しています。彼の投稿があることで、ファンたちは日々の楽しみを見つけることができ、また彼の情熱を共有することで、より深いレベルでのつながりを感じることができるのです。彼の投稿は、 ヴィンテージデニムやコレクションの世界に興味を持つ人々にとっても新たな発見の場となっています。特に、デニムの歴史や製造方法についての深い知識を持つ彼が、それを分かりやすく伝えることで、初心者から経験豊富なコレクターまで、幅広い層の人々が楽しめる内容となっています。このような知識の共有は、彼自身のコレクションを深く理解し、さらに愛するための鍵となるでしょう。さらに、 彼の投稿はファッションやコレクションに興味のない人々にも、その情熱と誠実さを通じて感動を与えています。例えば、ライブに落選して落ち込んでいたファンたちが、彼の投稿を見て元気を取り戻したというエピソードは、彼の人柄とその影響力の大きさを物語っています。彼の投稿が、ファンにとっての希望や励ましとなる理由は、その誠実さと、ファン一人一人に寄り添おうとする姿勢にあります。 彼はただのアイドルではなく、彼自身の興味や趣味を通して、ファンとの絆を深め、彼らの日常をより豊かにする存在です。神宮寺ゆうタさんの投稿が、ファンに与える影響は非常に大きいです。彼の情熱は、ヴィンテージデニムの魅力を広めるだけでなく、その背後にある歴史や文化を理解し、尊重することの大切さを教えてくれます。彼の姿勢は、物事に対する真剣な取り組みと、 ファンに対する思いやりの精神が溢れており、それがファンたちを魅了し続ける理由の一つです。このように、神宮寺さんの投稿は単なる趣味の共有にとどまらず、彼の人間性や価値観を感じさせるものでもあります。彼のコレクションに対する愛情は、彼自身の個性を反映しており、ファンとの間に強い共感と信頼を築いています。彼の情熱がどこまでも続く限り、その魅力はさらに広がり、 多くの人々を引きつけ続け続るでしょう。彼の投稿がこれからも多くの人々にとっての癒しと励ましとなり、そして新しい興味や視点を提供し続けることを期待しています。